come out to play. When weebs react. What's up? Hey guys, how's it going? We're gonna do a series now for you. Joey, tell them which one we're gonna do. My Boss, My Hero, episode 9. Oh man, 9 out of 10. Here we go. Oh man, hit it. お疲れ様です。榊、覚悟しろ。Sakura something。ああ、俺だ。何？何？すいません。バカ！バカ！Wow, she looks great with her hair down. Wow. おい！兄さん！誰を撃った？北極海の連中らしい。今後を追わせてる。きしょう。あいつら。待って兄さん。ここは僕が仕切る。何？今外で問題を起こしたら卒業できなくなるだろう。その通りです。そうか、今はむやみに動かず、ここで情報が集まるのを避けましょう。てめえに何ができんだ。この世界はな、てめえが思っているより甘っちょる世界じゃねえんだ。この野郎、北極海がでかい組織だってことぐらい僕も知ってる。学生生活でボケてるのは兄さんの方だろ。何？そうだ、若頭頼りにならねえ。三代目は三木夫さんで決まり。かの目の前でふざけたこと言ってんじゃねえぞ、こら。おい、これはまとめ争い。いい加減にしろ。ボス、あ、ボス、親父。ボス、おけが。何？かすり傷だ。大したバッドエイム。北極海の脅しだよ。脅し？ああ、いつでも潰してやろうっていう宣戦布告みたいなもんだ。が、内輪で争ってる場合じゃねえ。すいませんでした。だったら今すぐ決着つけようよ。兄さんの卒業を待つ余裕はない。争いが続けば組は弱体化していく一方だ。関東エーゲ海は僕が継ぐ。ちょっと待て、ミキヨ。お前本気で言ってんのか？兄さんが本気にさせたんだ。何もかも手に入れようとするからだよ。分かった。仕方がない。跡目を決めよう。争いは決闘で決めても、頭脳で決めても、結果が見えている。ではどうやって？1ヶ月後の2月14日、選挙で三代目を決める。榊君。はい。いや、あの、いや、あなたには卒業試験受けてもらうことになったから。卒業試験？これがあなたの1学期と2学期の成績です。ほら見て、真っ赤。我が校の名にかけてこんな成績で学校を卒業させるわけにはいかないんです。すいません。まあちゃんと追試も受けてるし、冬の補習も受けてんだから、許してやってくれって僕は言ってんだけどね。もうだから先生は甘いんです。まあ確かにこの成績は我が校75年の歴史の中で最低ではありますね。すいません、担任の私の指導が足りなくて。っていうか、どちらかというと鬼のように厳しかった。榊君、はい、最後にもう一度頑張りましょう。そしてみんなと一緒に卒業するのよ。みんなと一緒に卒業。Yes。 はい、わかりました。よし、それでは卒業試験を1ヶ月後の2月の14日ということでね、頑張りましょうね。はい、はい、はんにゃ。2月14日って。2月14日、
選挙で三代目を決める。選挙と卒業試験どっちも2月14日じゃねえか、この野郎。そうよ、マッキー。え、1ヶ月後ってバレンタインデーだね。え、バレンタインデー。うん、あ、そっか。ラサガケ、はい、受験ばっかで面白いことなんて一つもねえからよ、ちょっと勝負しようぜ。え、勝負。ああ、桜小路、お前もだ。これはな、男の戦いだ。何、男の戦いって。バレンタインのチョコレートの数を競うんだよ。え、で、勝ったやつがミスター3年A組だ。ミスター3年 A 組、何それ。あ、でも今受験中。わかりました、乗りましょう。え、よし、いぶき、お前もな。よし、さらばです。お前もな。よし、お前もな。お前もな。こうなったら、選挙、卒業試験、バレンタインデー。全部まとめて戦ってやるぜ、この野郎。すいません。That was her. Jeez. どうかしたんですか。ちょっと視力が。あんなヤクザみたいな人を榊君と見間違えるなんて。は？ヤクザ？私やっぱり彼のこと。え？ああ、ダメよ私。まだあと2ヶ月は教師と生徒っていう関係なんだから。Oh, man. 的なアピールビデオ入手しました。Oh. アピールビデオって何？ミキオさんは現在25歳、名門明王大学の大学院で経済学を勉強中です。 IQ180 趣味は株取引、そしてバイオリン。老人から子供にまで幅広く愛されるその優しい表情からは、ヤクザ界の新しい未来が透けて見えるようです。なんじゃこれ、まずいぞ、まずいぞこれ。一体俺は何をアピールすればいい。男らしさが下げられようか。悪力だったらよ、180は超えてんだこれ。どうなんだよ。バカ、当たってよ。俺のアピールがよ。大丈夫ですよ、若。若にはこの1年の輝ける学生生活があるじゃないですか。学生生活、こんなこともあろうかと、兄貴のこの数ヶ月間の学校での活躍をビデオに撮っておきました。お前そんなことまでしてくれてたの。はい、ホームルームも体育祭も全部バッチリっす。榊真紀夫若頭アピールビデオを放送します。若頭の朝は健康的な体操から始まります。あぶね。現在高校3年 A 組組長。なんでみんなこれ活用してくんないんですか。日々組長の仕事を着々とこなしています。これが若頭かよ。お前こんな姿他の組のやつらに見せらんねえ。トルネードの異名を持つその男気は夜の家業のみならず学園生活でも発揮され、11月の体育祭の騎馬戦では全馬の鉢巻きを奪い取るという快挙を挙げました。鍵相手になんて大人げねえんだ。また野生的な勘も右に出るものはなく、2学期の期末試験での鉛筆転がしによる回答正解率は3割7分5厘。ついに昨年度のヤン気になる現時点での支持率はこんな感じです。そうです、三木吉ぶっちぎりです。叫んだ俺、もう全然負けてんじゃねえかよ。ねえねえ、負けてるよねえ。あー、おい兄貴、兄貴、これを町で配りましょう。何だこれ。2月14日は選挙です。It looks like he's so crying. Last day. Cobra Kai. おい、こら、こんなもん町にばらまいて、クラスメートにバレたらどうすんだよ。おい、ここ食べてやろうか。バカ、バカ、そろそろお時間です。ああ、そうだ、お前ちょっと車出してくんねえかな。え、今日いつもより早くねえすか。ああ、今日ちょっと学校行く前に梅村さんと待ち合わせしてんだよ。じゃあ頑張って受験の野郎倒してください。マッキーも卒業試験の勉強頑張ってね。はい、桜なんだかも頑張れよ。うん、あれ
桜小路君。あ、マッキーの家庭教師の先生だ。こんにちは。こんにちは。え、なんでここに。なんでって、ここが僕の通ってる大学院だよ、うん、友達いっぱいで楽しそうだね。別にそんなんじゃねえよ、まあ、もうすぐ学期も終わりだしよ、やれることやってきてんだ。兄さんは欲張りなんだよ。 Hopefully they have a moment or something. ヤクザのくせにクラスの人気者になろうなんて、まあ、昔からそっか。おもちゃもクワガタも消しゴムもみんな兄さんに持ってかれた。小2の時に母さんが買ってくれたイチゴ消しゴム、食べられた恨みは一生忘れない。すまん、あまりにもいい匂いしたから。いや、I was gonna say, it must have smelled good. 母さんも兄さんにかかりきりだった。I guess at that age, yeah. Why not? 僕は体も弱かったし、母さん喜ばすには勉強していい子にしてるしかなかったんだ。だからこの組ぐらい僕にくれてもいいんじゃない。ふざけんな。今度は兄さんがまともな大人になればいい。看板がないと楽だよ。背中に背負ったものは消せなくても、友達だって恋だって人生を自由に選べる。俺に仇になるってのは。そうすればさっきの彼らともずっと友達でいられる。彼女とも。まあ卒業できたらの話だけど。That was a civil like type talk. More of that, please. 仇か。考えたこともなかったぜ。どうかした榊君。片桐になればマッキー、このままの穏やかで優しい生活が続くかもしれねえ。恋だってちゃんとできるかもしれねえ。俺にもまだその道は残されているのか。残されてるはずがねえだろ。俺の正体はな、ヤクザなんだぞ。誰がマッキーだ。俺は正体も年も何もかもずっとあいつら騙してきたんだ。そうだな。奴らとは住む世界も何もかもが違う。友情どころか真実を知れば失望する。あと1ヶ月で俺は嫌われ者の恐ろしいヤクザに戻んだよ。たかがこの1年で今までやった悪いことの何もかもが消えるとでも思ってんのかこの野郎だな。まあそんなことは分かってんだけどさ、兄貴誰と喋ってんだよ。榊君は今自分の心と語り合ってるのよ。え、心と。マッキーなんて人間は幻だ。すぐに忘れ去られる。俺も忘れる。でもそれでいいんだ。俺の夢はあくまでボスだ。誰かのヒーローなんかじゃねえ。俺はボスになれりゃいいんだ。絶対忘れねえぞ。こっから先どんな人間になったとしても俺はこの高校生活を絶対忘れねえ。
絶対忘れねえぞこれ。俺はこの学生生活を精一杯過ごそう。難しいな。ゆっくり考えて自信持って。先生私受かった。本当に？みんなと一緒に卒業しよう。萩原さんおめでとうございます。みんなと忘れられない思い出を作ろう。たとえもう二度と会えなくなったとしても一生胸に刻めるように。イブナイハイラの記憶イブナイブナイブナイ He made his presence when the guitar sounds He's like, oh, here it goes. 失礼します。ヤンサガック、ここに座って。All the teachers there. Damn, dude. The whole time, jeez. では、始めてください。ハニャ。問題がちょっとわかる。わかるぞこりゃ。今頭ん中の小人たちが脳みその引き出しを開けたり閉めたりしている。生物33点物理30点国語31点英語32点数学42点。みなみ先生少々簡単すぎたんじゃありません？いやあのそんなバカな。日本史40点おえ本当ですか？体育の3学期の成績は平均以上ですよ。まあまだまだ我が校の学力とは言い難いですけど。8ヶ月間よく勉強したね。来月みんなと一緒に卒業です。コーナイスベリーゴールナイスショットアジェスストーク。ありがとうございます。先生、先生の皆さん本当にありがとうございました。合格おめでとう、光。
梅村さん。あ、兄貴、これどうぞ。我々で用意した完璧なスピーチ原稿です。おう、ありがとうな。健闘をお祈りします。なあ、行ってくる。まず第一に卵をボウルに入れかき混ぜます。ここでポイント、すげえよく混ぜること。混ぜれば混ぜるほど出来上がりのマイルドさがアップするよ。続いて鍋に牛乳を。あの文章もしかして。間違えて俺の新しいプリンレシピを兄貴に渡しました。なんで。That's a pudding recipe, dude. I wouldn't do that. No, I wouldn't reveal it to everyone. Yeah. 俺は生まれてこの方、この組一本で生きてきた。この組しか知らねえ、この世界しか知らねえ、そんな俺がよ、毎日学校なんかに通うなんてマジ面倒でかったるかったでこの野郎。でもよ、バスケも分数も ABC もやってみたら案外面白かったぞ。学校なんてクソだって思ってたけどよ、でも今俺はその学校が、そこにいる仲間が愛おしくてたまんねえ。俺は今でもバカだよ、バカだけどよ、俺はもう空っぽじゃねえぞ。愛だの恋だの友情だの、そんなことで毎日胸がいっぱいになってる俺はな、今すげえ強えんだこの野郎。親父、学校に通わせてくれてありがとうな。俺は後目継ぐために来月卒業する。マジ絶対後悔させねえからよ、みんな俺についてきてくれ。後悔しない？あ、その友達も何もかも失うことになる。あ、しねえよ。これが俺の道だ。それでは結果を発表します。榊真紀夫3387票、榊美紀夫3378票、無効票0票。あにゃ
3387と3378、どっちだどっちだおい。9勝3で兄さんの勝ちだ。次期三代目は榊真紀夫若頭に決定しました。おやった兄貴。おめでとう兄さん。でも仕事は手伝わないよ。もったいねえな。まあでもお前はやっぱり敵が合ってる。お袋もきっと喜ぶよ。ではトルネードで決まりのようです。トルネードか。弟が継いでくれた方が潰すのは簡単だったのにの。トルネードか。ここ1年おとなしくしてたのにまたやんちゃやろってのか。奴らがこれ以上大きくなるのは目障りだな。そろそろお給水出るか。だよ。俺がもらったのはこの3つだ。え、3つも。おう、星野君のチョコはな、はい、俺がお母さんで妹さんで、これさっき俺がコンビニで買ってきたやつ。ダメじゃん。はい、カウント2個。僕も姉ちゃんとお母さんで2つ。いいな、あの綺麗なお姉さんか。僕は母と家庭教師の彩香先生で2個だ。あ、それも羨ましい話ですね。あれ、俺は4つもあるんですけど。うっそ。ま、全部ギリチョコだけどね。ってことは今んとこキモロンゲが一番か。佐賀家、お前どうなんだよ。え、いや、僕は1個です。1個。うわ、ダッセー。でもその1個は今までクラブでもらった何百個のチョコにも、それから金粉でできた20万のチョコにも負けてません。榊、そんなもらってたの。はい、やっぱり好きな人からもらうチョコは最高っすよ。じゃあ僕がミスター3年 A 組ってことで。いや、お前じゃ納得いかねえ。もっと誰かいねえのかよ。おい、いない、誰か。たくバカだよね、男子って。でもなんか楽しそう。もうすぐ別れると思うと寂しいね。うん。あ、卒業旅行とかどう？ああ、スキーとかどう？いいかも。ねえ、そう。ねえねえねえ。ハワイ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 でもない。ひかりさ、もう一回告白してみろよ。え？今でも好きなんでしょ？でももうそんな勇気ないよ。頑張れよ。僕も告白するから。え、高木君に。え、なんだよそれ。違うだよ。そうだよね。うん、分かった。ありがとう。頑張って告白してみる、卒業まで。He's in the friend zone. Man, that sucks. I know what the friend zone is. 今度ちゃんと相手教えてよ。 Okay. Tuck. Yeah, dude. 何も分かってないんだから。久しぶり。そうね。気づいていたんだね、マキオが私の息子だと。ええ、驚いた。榊君のお父様、まさか高校生の息子がいるなんて。まあ実際には28だけどね。 28？ 次すれば私の後を継いで関東エーゲ海のボスになる。立派な跡目になってくれ。Yeah. Well, she's got to be somewhat stupid. Now I know what she knows. His age and everything. Ah. 卒業まであと1週間か。
kind of brings everything together. There's only one left. Well, ain't over yet. It's crazy. そうだ。久しぶりだな。ねえ、なんか賑やかだね。あの先生、久しぶりにこれ見つけて書いてみたんですけど、後で読んでください。もしよければ卒業までにもう一度心のキャッチボールでも。あなたって。いえ、座りなさい。はい、おはよう。みんな座って。はい、受験が残っている人もまだたくさんいますが、あと1週間悔いが残らないように高校生活を送ってください。はい、で卒業式なんですが。伏せろ。どうしたんだ。伏せろ。さあ出てきやがれ、関東エーゲ海の三大部隊よ。何の試験の時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。何の試験の時間なんだ、何を裁く計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。そう、you're not gonna see no scenes from next time. Oh man. Well, he's gotta be pissed now. It's gonna come out because he's messing with his friends. You know? Oh. Man, what an intense episode, man. Cool, yeah. Way to leave off. That's sucky with the wait for the next episode. Man. Oh. It's good, man. Left on a cliffhanger. Yeah. I'm not gonna wait. I know. Man, so the teacher finds out that he's 28, her age, probably around there, so she's gotta be stoked about that, but she's not stoked that, you know, he's the he's next successor of the... Yeah, that's the thing. I was gonna say. But, like, it's kind of gross, because she didn't even know his age before, and she still liked him. Yeah. But then it's more relief now that he's like, oh, okay. at least I'm not gross. Yeah. I know. Yeah, she can go to still jail in America for that, you know. It's kind of gross, though, that she still liked him. Man. Then, I'm just going to say, there was no teachers that looked like her back in the day. No, jeez. Yeah, it was more like, bad old ladies. Crazy, right? Yeah. Old ladies, old guys. Nope. Yeah. I think one of the parts that just cracked me up was like, I don't know why. I just think like, man, dude, there's so many good parts in this one. And there's so many like serious parts in this one too. Oh yeah, serious parts where he finally decided to go the Yakuza way, and then yeah, his brother make up, and then yeah, telling his was his protege to go back to school. So yep. You could totally tell with him, he's like, man, this looks so cool to do. And, like, and then he tells him to go back to school. He was pretty stoked. Like, okay. Yeah. And then Hikari starting to give him a little chocolates. I know. And then she stayed for the test. So it's like a love triangle, right? So you got her. Well, those two love each other. And then the teacher loves him. Yeah, that's what I mean. Like, and then the other... His friend loves Hikari. That's or likes right. Her. So it's Sakura like, something so needs like to confess. Love square. What? Love square, yeah. So. But man, well, they made a deal right at the very end to do the confession thing. So he's got to confess to her. And then, oh man, this is good. we'll see what's going to happen now. All right, guys, keep sticking around. Thanks for joining us. Check out the Patreon page for not only this, but other things too. Like, comment, subscribe to us at When Weebs React. Oh yeah. Yeah, brother. All right, see ya.